えー、こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、なぜ良い楽器を使った方がいいのかっていうことですね。僕も、あの、楽器ってやっぱ若い時ってお金なかったんで、安い楽器使ってましたけど、んまあやっぱりその、いろいろ理由があるんですね。まあ、お客さんはでも結局、良い楽器にしたからってほとんど気がつかない。その音が違うでしょうっていう話ですよね。でも、まあ演奏がやっぱり楽になるんですよね。 で、トータルではやっぱりいろんな効果が、えー、いい効果があるので、まあそのお話と、まあドラム自体をこう、お店に持っていった方がいいかっていうのは質問でよくあったりするので、その辺僕がやってたことを、えー、まあシェアしたいと思います。それでは始めていきましょう。はい。お客さんはほとんど気づかないってことですね。正月の芸能人格付けチェックって皆さんやってますかあれのね、音色。僕あれは好きでね、毎年毎年、あの、家族と見てるんですけど、 音の、バイオリンとかの音の違いの聞き分けあるでしょ。あれはね、今まで外したことやっぱないんですね。でやっぱり、もう段違いで違うし、あまあまこれは絶対わかるだろうっていうラインですけど、やっぱビサはビサですよね。だからまあ自分はわかるけど、まあ、まあ、これはちょっとわかんないだろうな。で、結構あれ、引っ掛けで、あのー、なん,てうんですかね、多分、すごくこう、間違いやすそうなちょっと,ところを、こう、うまく寄ってきてるというか、だからまあ、格段に違うと言えば違うけど、まあ、 間違いやすい。普通、ちょっと気を許すと間違うんじゃないた、多分だから、あそこのスタジオに行って、間違えちゃいけないプレッシャーで、役を選んじゃったりすることは、ね、で、ま、も、まあ、あるんじゃないかな、みたいなことはちょっと思ったりしますね。で、え、聞き比べたら、まあ、わかるんだけど、あの、格付けチェックを聞き比べてわかるじゃないですか。その、まあ、安いのと高いのだと思う。明らかに、まあ、 ハーモニーの伸びのとこが違うって言ってもこれがねまたその全部違うかって言ったらこのあここの部分はいいよねみたいなところがあるんですよ。まあここの部分はいいけどここの広がりのところがあここ絶対に濁っちゃってるじゃんとかここの方も絶対に伸びが違うじゃんっていうところで聴き比べるんだけど結局同じものを同じ。 ね、人が弾いてるっていうことで聞き比べたらわかるけど、実際にいつものミュージシャンがパッて弾いたところで、もうよっぽど長いことやってない限りは、だから楽器変わったねっていうのはほとんどわからないですね。だから共演者にも音はほとんど気づかれないっていうことなんですね。じゃあ、そもそもなんで、えー、楽器を 新しくしたりとか高い楽器を使うかって言ったらね、安い楽器もね、綺麗になるポイントっていうのがあるんですよ。例えば僕シンバルもいつも思うんですけど、すごい安っちいシンバルがついてても、あ、これぐらいの音量叩いてると全然いいじゃんみたいな。ただ、ちょっと音量下げると、急に音が鳴らなくなって響きが悪くなるポイントがいっぱいあるんですよ。だから、あ、全部この音色でいかなきゃいけないんだ、みたいな感じになるんですね。で、いい楽器っていうのは、どんな些細なニュアンスの音でも綺麗になるんですよ。だから、 ちっちゃい音でもなるし、大きい音でもなるし、ごわってやってもなるし、みたいな、どんなフレーズを叩いても結構綺麗に、バランスよく音が響いてくれるというか、でしかも自分が予測しているよりもさらにいいとこが来たりするんですね。なので、表情がめちゃくちゃ豊かなんですよ。なので、響きがいいので、すごく音も混ざりやすいしね。だから、で、 響きもいいから、どん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 アイデアが湧いていくんですよ。だから、その音楽の世界にすごく没頭しやすいし、で余計にならないところを無理にならさなくていいみたいなね。こう、ならないからこう、一生懸命になるように、そ、その手間がいらないじゃないですか。だから、どういう風にしてもなるから、ものすごくこう、自分が思ってるよりもどん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 こう、広がったワールドになっていくというかね。それ自体もまあ、 共演者にはなんとなく気づくし、お客さんにも少ししか気づかないかもしれないけど、トータルとしてはものすごく大きな違いになってくるんだなって僕は思うんですね。なので、自分の演奏自体が絶対良くなるじゃないですか。もう,うできるわけだし。で、こう、思いもやらんね、いい楽器って僕のシンバルって、あの、僕こっちのトップシンバルっていうね、こう、 ハイハット側のシンバル側、あれがオールドの25万円ぐらいするやつですね。で、こっち側のライドは、まあ、コンスタンチノープルだ。新品で買ったけど、7万円ぐらいだったかな。ハイハット自体が上下30万円ぐらいするんですね。だからそういうこう、ヴィンテージもので残ってるものっていうのは、やっぱりすごくこう、なんていうんですかね。こう、金属劣化がうまくされてて、いらんところの音が削り落とされてて、よく響くところだけ残ってて、要はうるさいところが全部なくなっていくんですよ。で、そういう、こう、す、あ、 ある一定のところ抜けると腰が抜けたって言って完全にそのもう今度はいいところもだんだんなくなっていっちゃうんですけどそこら辺のちょうどバランスのいいやつとかの状態のものだと20万30万でそこら辺も差がわからないんでだからヴィンテージでこのオールド K って言われてるシンバルはですねすごく出回ってるんですけど本当に20万30万当たり前でするんですねで昔高橋ひんの之けくんがヴィンテージ大好きでで名古屋にねヒルトンホテルの近くに ヴィンテージのシンバルばっかり置いてる店があって、そこ行きたいから連れてってほしいって一緒に車で行ったことがあって、いっぱい教えてもらったんですけど、とにかくあったら、お金あるんだったら買っとけば、で買って試して、いまいちだったら、あのー、2、3万足して、あのー、オークション出したら、もう4、5万プラスされて帰ってくるっていう話はしてましたね。なので、あのー、 こう、コレクターがいてですね、まあドラムは趣味で叩いてるんだけど、まあちょっとお金のたくさん持っちゃってる人がですね、こう、オクラに入れてるんですよ。で、自分のこう、叩きもしないんだけど、いいなと思うとこう買ってたくさん置いてるみたいなね。 僕はあんまりね、あのー、できる限り、こう、自分が使わないんであれば人にあげたりとか、売ったりとかするようにしてるんですね。それ、そのもの自体がずっとこう、本当は叩かれるためのものな叩かれないからね、かわいそうかなって思う、思うんですね。ヴィンテージシンバルっていうのはとにかくその、そういうこう、どっかでね、いっぱい眠ってるんですよ。だから全体的に値段がガーッて上がっていてですね、インフレをこしてるんですね。えっ、ー、と、 全体的に値段がこうバって上がっていってるわけなんですね。だから誰かがこう大放出してくれないとね、またこう値段がどんどん上がっていっちゃって物が足りなくなってしまってるって状況になるんですけど。とにかくそのオールドシンバルっていうのはもう買えば自分でね、こう叩いて、で、気に入らなければ売っちゃえば儲かるから。で、またあの、もう機会があったらもうそのタイミングでお金があるんだったらすぐ全部3枚でも4枚でも買っちゃいたいなっていうふうに言ってましたね。 なので、そういうこう、ヴィンテージシンバルっていうのを持っててもそうなんですけど、混ざりやすいから一体感も出るし、で、いいサウンドを体でそのまま覚えるんです。これがいいサウンドなんだ、これ広がったサウンドってこれだな、みたいな。高い楽器であればあるほど広がったサウンドを覚えやすいし、混ざったのを体で覚えやすいんですね。だから、もし、いつもそのいいシンバル、いいドラムセットを使っていて、で、 あまり良くない楽器だったとしても、イメージがそっちに行ってるから、そういうところの音を探すんで、全体的にやっぱり自分の音楽のレベルが上がるんですよ。と、それはすごく言われましたね。なので、いい楽器を使うってすごい大事ですね。なので、ドラムは持っていった方がいいかっていうお話なんですけど、ドラムって結構大変ですよね。こが。中に入れてね。で、誰よりも早く入って。で、元々ドラムがあったら、それ片付けて、で、どけて、自分のやつを入れなきゃいけないっていう、すごい手間がかかるんです。 で、まあ、昔は僕はドラム全部持ち込みにしてもそれでもね、それはなんか先輩に、毎日の演奏は自分の評価だから、ドラムを持ち込んで、それで少しでも自分の演奏の評価が上がるんであれば、まあ、ドラム持ち込んで、そんだけ、要は、上手くな、こんだけ上手くなるとものすごい何年もかかるけど、ドラムを持ち込むっていうのは、15分、20分でできることじゃないって言われたんですね。あ、確かにそういうことだと思って持っていくようにしたんですね。でも今はシンバルだけです。なんでかって言うとね、ドラムって太鼓調整できるんですね。僕、チューニングめちゃくちゃ、 勉強したんで。だから、チューニングだけでたまに仕事することがあるんですね。あの、こう、アマチュアのドラムの子たちが、えっと、レコーディングしてて、プロデューサーがどうしてもこのドラムの音がどうしようもないということで、で、行って、バーってチューニングして、で、どういうイメージにしたいっていう形で、パパパってチューニングしてあげることがありますね。必要であれば皮を買って貼ってあげたりとかね。なので、えー、もう、チューニングでかなりいけるんですよ。でも、よっぽど、 川、大体ね、ドラムセットってそこそこみんなどこもいいものが置いてあるんですね。だからドラムセット自体は問題ないけど、皮が悪いとかね、から10年変えてないってなると、そうするともう出ない音域がいっぱい出てくるんですよ。だから川さえ、まあそこそこだったら、も、ま、う、あ、調整だけでかなり良くなるんですけど、皮がどうしようもなかった場合は、もう、これ、え、誰だったっけなぁ。えっと、これ、えっと、ツアー回るときに、多分、 けいこさんのとか、の渡嘉敷さんだったんじゃないかなと思うんですけど、あの、シンバルケースにバスドラから全部皮持っていくんですって。そしてドラムセットは悪くないけど、皮が悪い場合は皮をその日だけその張り替えてそこで使うと。で、また張り替える。でも手間だけど、ドラムセットを持っていくってなると車で移動しなきゃいけないけど、シンバルケースにその 太鼓の皮だけで入れていけば全然大丈夫だよねっていう話で。だから、まあ、もともとその行くお店のいつも前分かってるから、あそこのお店とあそこのお店はもうドラムの皮がどうしようもないから、皮を自分のところで持ってって、で、まあ、貼ってしまうみたいな感じですね。まあ、後継もだから結構いろいろ持っていくのかななんかいろいろそういうふうにされてましたけどね。だからこう、まあ、調整があまりに広い場合は僕はもう持ち込んだりしますね。持ち込んだ方が早いでしょ。皮張り替えたりとかするよね。 ま、車で行ける範囲に関しては、調整があまりにひどいとこは、ま、え、車で行けるときはもう持ち込んじゃいますけど、ま、革を持ってって革を張り替えるっていうのも一つの手ですよね。だから、もうどうしようもないっていうタイプがたまにありますね。それはでもほとんどの状態は革の状態なので、革は持って行ったりします。なので、シンバルは持ち込みますね、基本的には。ま、シンバルを持ち込んで、ま、スネアとシンバルだけ持ち込みますね。で、ま、調整があまりにひどいとこは持ち込むという形。ドラムセットを持ち込めてください。 まあ、ただドラムは持ち込めるからいいよねって話ですよね。だから、えー、金子優太さんね、あの、あの、オルガンの金子優太さんね、あの、ルバン三世とか弾いてる人ですけど、彼と一緒にやっぱりやるとね、いつも彼は必ず持ってきて、 で、レスリーっていう大きいスピーカーも持ってきて、やるんですよ。ドラムよりすごいんですよ。だから、ドラムより先に入って。で、もあの、メジャー持っててね、お店の入り口の大きさで自分の持っていくオルガン決めていくぐらいで、運送屋さんみたいにものすごい手が、手際良くて。で、こう、ものすごい箱にパッて入れて、ススススって持っていくんですけど。まあ、僕、ドラムが一番大変と思ってたけど、オルガンにはかなわないな、とは思いましたが。ただ、ドラムセットもオルガンも自分の持ち込めるから、 いいよよねね。っていう話なんですよ、ね、だからまあサックスもそうだしあれだけどまあ一番ひどいのはやっぱピアノってかわいそうじゃないですかすごいピアノの状態によっても自分はもうそこでこうアップダウンがすごく激しくなるのでやっぱりピアノの人とかセンシティブな人多いし、えー、とピアノのあの調律師のね一応免許持ってたあのこのレバー持ってて軽く調律しちゃう人もいますよねなのでドラマ持ち込めるから全然いいよねっていう話ですがやっぱいい楽器を使うってすごい大事ですよねっていう話ですねなので いい楽器を使えば、やっぱりより、より早く、こう、上達する。無理な姿勢で、無理にならせようとしてるよりは、いい楽器を使ってしまった方が、もうかなり早い段階で、上手くなっていくっていう、いいサウンドを覚えるからね。というところで、いい楽器をぜひ使っていただきたいなと思います。まあでも、オールドとかはね、本当に出会いなんで、 あのまあ、出会って変えるタイミングがあればもう買い込んで行こうかなっていう風うには思ってますけどねはいというわけでございました楽器はぜひいいのを使ってみてください本日は以上になります今日もご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。